ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。我々、とうとう、他の動画の方から、YouTuber 他の YouTube のグループの方々から、コラボの申し込みがありましたと、ありがとうございます。ありがとうございます。そのチャンネルっていうのが、金券のマインドインジェクションというところからありましたよと。でも行ってきた方は、そこの YouTube は金券っていう一人の人が、金券さん、まとめてらっしゃるような形で、行ってきたのはその人ですかって聞いたら、いや違いますと、コウタっていう人ですと、違う人が行ってきた、あ、そうなんやと思って、で、まずチャンネルをそれ見に行ったんですね。金券さん、金券のマインドインジェクションってどんなもんやと、見に行ったら、ごめんなさい、これタイプ6が出るんですかね、もう真っ先にまずチャンネル登録者数を見るじゃないですか。で、あ、タイプ6っぽいですね。で、我々が今、チャンネル登録者数が、昨日の8時ぐらいまで278人だったのが、今また278人になりました。1人減って1人増えた、っていうのを毎回1人減った2人減ったとかっていうのをずっと見ていて、ごめんなさい、今の278人、で金券さんのところを 見に行くと117人だと、あーっていう思いと、だからかと、この金券さんのところからコウタっていう方が、コウタさんっていう方が申し込んできたよって話なんですよね。金券さんじゃなくてコウタさんって人が来たと、で、見て、あ、117人、我々278人の大所帯、でもこのバランス的にね、あ、ちょうどこのわらしべ長者的にはわら1本で、まずここの辺だと、多分ヒカキンさんとかね、急に行けないじゃないですか。行っても東海オンエアさんとか、行けなくはないけど、行ってもふっとでさ、わらかよって、そうですよね、わらいらねえしってなりますよね。でも我々だと、こいつら、藁にすがるだろうなって。で、見られたか。って思ったんです、ね。6っぽいですね。あ、で、ちょうどいい数字を見て、あ、まず、この辺。117人だったら、この辺かな、段階的に。段階的に。踏むならこの辺だ。足毛にするならこの辺かなで選んだ。でも、我々がね、じゃあその、今、タイプ6。タイプ9ですと、400人とか500人ぐらいのところを探して、申し込みできますかって聞かれると、僕はタイプ6できませんよ。タイプ9できませんよ。そうなんですよ、なかなかこの積極的にいけない、いけない、もう来るの待つ側ですから、ね、そうですよね、そうですよね、そうなかなか言えない、あ、ってことはこのコウタさんっていう方は、3か7かなって、自己主張。そう。なら、行く可能性は。で、6とか違うタイプだとすると、上から言われたか、ボスから言われたかですよね。行ってこいと。行ってこいと。どっか探してこいと。ちょうどいいとこ探してこい。なるほど。でもこの、タイプ3とかだと、やっぱり言うのが全然。言うのは、全然苦じゃないというか、むしろこう積極的に行く感じじゃないですかね。まあ、他にも行ってたかどうかですよね。それも、他にも行ってたかどうかですね。そういう積極的な、自己主張だとすると、ヒカキンさんとかでも行けたりするんですかね。行っているとは思いますよ。まあ行っても無理だろうなと思って行かないことはあるかもしれないですけど、行くこと自体にためらいはないと思いますよ。自己主張すごい。それはすごい、でも。行くこと自体に全然ためらいはないみたいな。だとすると、その例えば東海オンエアさん、あの大物 YouTuber ですよ、これもあの、いや同じ、多分この金券さん、金券のインジェクション、マインドインジェクション、
なんか聞いてると、うん、岡崎でやってるみたいなんですね、うん、岡崎の、まあ、愛知県の三河地区、三河地区、ほぼ尾張地区、尾張地区、うん、尾張と三河ですよ、うん、で信長と家康ですよ。まあ天下を取るのはこっちなんですけど、ね、あ足が、まあ、でも最終的にはあっちですよ。置いといて、はい、でもこの東海オンエアさんが同じ岡崎なんですね、うんうん、岡崎に拠点を置く6人組だと、うん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 、でもその金健さんのとこも大人数でやってて、うんうん、岡崎です、うんうん、だとすると東海オンエアさんにも行ったかもしれない、うん、行ったかもしれないけど、でもカメラ、まあ、ジャンル的にっていうのもあるじゃないですか。でも、うん、ためらいなく行ける自己主張なら、自己主張の人は結構ためらいなく行ってたり、その、まあ、全員が全員行けるかどうかあれですけど、要は何百万人ですよ、何百万人、117人ですよ、うんうん、行ける行ける、なるほど、っていうのは、はい、あのまあ、僕の知り合いのっていうところに限定されるけど、はい、まあ、僕の知り合いのタイプ3の人は全然そういう、はい、なんかむしろこう大物に近づこうとする。なるほど。僕のためらいはないんですね。ためらいはない。いかにあの大物に。僕なんかとか思わないんですね。思わないですね。で、7の人はもう平気で行きますって。平気なんですね。平気で。なるほど。で、7の人はもう自分で行ってましたもんね。こう、ああいう偉い人の声かけるの全然平気なんだよね、みたいな。あの、なんかセミナーに行って、はい。セミナーっていうか、あの、7の IT の、はい。展示会みたいなのあるじゃないですか。ああいうところに行って、いきなり受付で、ここで一番偉い人誰って。偉い人誰偉い人、ここで一番偉い人誰写真呼んでこいと。そうそう。って言ったぐらいですからね。で、ちょっと今不在なんですよ、みたいな。ためらえないんですね。ためらえない。で、3の人は、はい、飯とか持ってこう、私何なんです、みたいな。ちゃんとアピールできる。ちゃんとアピールしプレゼンできる、そこで。そうそうそう。これはもうちょっと羨ましいんですけど、ね、羨ましい。6個としては、うん。僕もこう、なるべく自分に近い人探すじゃないですか。そう、で、私もやるとしたら、まあ278人だとしたら、300人ぐらいなら OK かなとか。うん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 、そうそうそう。だからこう、はい、ほんのちょっと上、だから278からちょっと上の300みたいな。はいはい、で、あと、うん、これがまた6のとらわりなのか、嫌なのが、うんうん、その、せっかくこっちも今278人面白いと思っていただいている方がいると、うんうん、で向こうと、うん、要は場に出るわけじゃない、並ぶわけじゃない、うんうん、同じ板に立つとした時に負けるのが嫌なんです、ね、うん、負ける、要は並んだ時に面白くないって思われたらどうしようああっていうのを晒したくないから言えないとか、やっぱ先を見ちゃうんですよね、うん、心配が先に立つ、うんうん、けどこの行ってこれるのはすごいなと思ってます、うん、思いますよ。僕もそう言えないですもんね、はい、知ってる人なら言えますけど、はい、そうですよね、知り合いが YouTube やってて、そう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 、ちょっとコラボしようとかだったら、はいはいはい、しようって言えますけど、愛想だったらこちらから声かけたりもできますけど、はいはい、知らない人になかなか、いきなりはなかなか難しいですよね。そうですよね。っていうところから、うんうん、このコラボをお申し込みいただきありがとうございます。ありがとうございます。で、この内気なね、うん、我々が今回、うん、初めて出ることになると思うんですけども、うん、今回その、うん、先ほど出た、うん、あのタイプ3とタイプ7の5人、うん、5人シリーズ、5人シリーズようやく下手かっていう話で本体がやっときたみたいな5人シリーズ、うんうん、タイプ3とタイプ7の違い、うんうんうん、についてちょっとお話できればなと思います、うん、タイプ3もタイプ7も、うん、同じく、あ、ごめんなさい、下手くそで、ドン・リチャード・リストさんの性格タイプの分析から、うん、あの考察したいと思います、はい、同じ攻撃的で、うん、どちらも違った面で成功を博することに関心がありますと、うんうん、どちらのタイプも富と地位の象徴の獲得を追求するが重大な違いがありますと、うん、タイプ7は物を所有することで自己感覚を保っているからであり、うん、タイプ3は地位の象徴が優越感、ひいては自己感覚を強化しますと、うんうん、タイプ7は物質的世界を愛し、さまざまな刺激体験をしたがりますと、うんうん、刺激体験をしたがる。刺激体験をしたがる。さっきのその、偉い人、
一番偉い人誰、うん、っていうのも、うん、自分が刺激体験を求めたんですよね。そうそうそう、それあるかもしれないですね。はい、あの絶え間なく続く興奮は、うんうん、彼らを心から生きているという気分にさせてくれるからであると、うんうん、彼らは自分が獲得したものを他人が知っているかどうかなど顧みず、うん、いろんな経験を高めることによって自己感覚を保ち、うん、強化しています、うんうんうん、彼らタイプ7、タイプ7にとって重要なのは他人がその状況の中に入っているかいないかにかかわらず体験や物の追求と獲得が彼らに与えてくれる刺激っていうのが大切ですと。豪華客船の一等船室で船旅をすることは、彼らがそうしているのを他人が知っていようがいまいがタイプ7にとって喜びである。これちょっと匂いますよね、そのタイプ3との比較が。私はこの船の一等船室で旅をしている。7にとってそれは別に他人がどう思うが何にも興味はない。自分がそこのそれを楽しめるか、楽しめればそれでいい、うんうん、一方、自分が高価な旅に出かけているということを誰もが知っていて羨ましがっているのでなければ、うんうんうん、そういう経験っていうのはタイプ3にとっては、うんうんうん、あの価値が低い、うんうん、っていうものなんですと、うん、なんかこれが全てな気がしました。人の評価がってことですね。はい、こう豪華客船に乗ってそう豪華なところに乗ってるのをすごいねって言われることがインスタ映えみたいな、いいねが欲しいのが3ですと、うん、3でタイプ3とタイプ7の類似性は、うん、通常の段階でタイプ7が刺激的なことはためらわずに何でも、経験したがる気まぐれな流行創出人、流行を作る人になった時に最も紛らわしくなりますと。通常のタイプ7は最先端の場所で一番でいる興奮を求め、一方の通常タイプ3は大勢の中で一人っていう排他性を求めて様々な種類の新しい地位の象徴を作り出すということで当世風でいたがると。このようにどちらのタイプも2気取りの人っていう俗物になっていて タイプ7は他人が持っていない高価なものを持っているっていうことで他人を見下す、一方タイプ3は人々を自分との交際から締め出しながらもなお彼らをじらして俺と交際したいんだろ俺と付き合いたいんだろっていうところで他人を見下しますと。では2人ともその際立った存在でいたいっていうのはあると。しかし両者の違いは非常に大きいですと。通常のタイプ7の根本の動機は周りから特に物質的なもの、自分自身に持続的刺激を与えることであると。それに対して通常のタイプ3の根本の動機の第一は、どんな方法でもいいから社会的に、性的に、地位の象徴や職業の面で、あるいは単に自分の頭の中だけでも競い合って他人の上に出ることであると、やっぱり比較がいると、で、はい、タイプ3にとって高価な持ち物っていうのは、自分が社会的に成功したことをアピールできるものとか、人が羨ましがるものとか、他人が注意を払わなければならない人物と付き合っているとか、でいうのを他人に専念するものであると。例えば金のあるタイプ3は自分が出世できるように子供のための住み込みの女家庭教師を雇うが、それは住み込みの家庭教師を、雇えるほど成功しているよっていうのをみんなに分からせるためにしますと、一方タイプ7が住み込みの家庭教師を雇うんだとすると、それは自分が旅行に行きたいとか自分がその縛り付けられたくないっていう思いで雇いますと。でエニアグラム的にこの2つのタイプが混同されるのかは、
大きな一つとして挙げられるのは躁状態の不健全なタイプ7、うんうん、自己陶酔的なタイプ3に見られるうぬぼれの感情と、うんうんうん、似ているからとされますと、うんまあ、どちらも、利己的で自己中心的で、うんうん、貪欲でっていうところがあるけど、うんまあ、目的が全く別のところにあるっていうところですね、うんうん、で、まあ、最後にこの2つのタイプを見分ける最も簡単な方法の一つとして挙げられているのが、うん感情の全体的な調子と様式の違いに注目することであると、うん、通常のタイプ3はそうですねごめんなさい冷静で抑制が効いており、うん、完全に精神が安定していて、うん、感情的個人的問題は何もないという印象を受けますと、うん、まあ結構スマートですよね、うんうん、で自分の優越性自分が優れているっていうことを固く信じているので、うんうん恥知らずな自慢やひけらかし屋になり、うんうんうん、傲慢に他人を見下しますと、うん、それに対してタイプ7はもっと荒削りな部分が多く、うん、タイプ3のように完璧で冷静沈着に見えることはまずないと、うん、良きにしつけ悪しきにつけタイプ7は自分自身を検閲せず滑稽で遠慮がなく低俗で不作法で乱暴になり人前にさらすには、うんとても洗練されているとは言えないような行動や態度を示すと、うんうんまあ、ドラゴンボールの悟空とか、うんうん、オラ強いやつと戦いてみたいな、うん、人の目を気にせずみたいな人目を気にせずというところですね、うんうん、なんで紹介が、うん、なんで今回のこの申し込んできたこの積極的なタイプ、うん、積極的なタイプわかんないですけどね行動、まあ、そうですね攻撃的、うん3、7、8、うんうん、自己主張タイプとしてあるんですけども、うんうんこの中でも今回はこの3と7、うんうん、結構エニアグラムの中では人気のある、うん、3、7成功者と熱中する人熱中する人、うん、冒険する人、うん、なんて言われる、うん、楽しそうに見えますもんね、はい、自己主張ってタイプ8だとまあよく漫画で言うとジャイアン的なところなんですけど、うんうん、なかなかこの自己主張でも8はそんなに人気のタイプではないですよみんながこぞってなりたいというタイプではない、うんうん、ボスですからね、はい、怖い感じはしますよね、うん、でも今回なんで3と7だと、うんうん、気にせずその申し込める申し込めるもしかしてこの申し込んできた浩太さんは、うんうん我々以外のどんなところにコラボ依頼をしているのか、うん、っていうのもちょっと気になるところですよね気になるところですね、はい、でうちだけの可能性もなくはないですああなるほど、うん、だとすごい信頼感は増すんですけど、うんうんまあ、どんな天秤をかけたのかっていうのはちょっと気になってますけど、ねうん、あこれちょっと僕の反応が悪いところが出ましたかね、うん、そのやってるカテゴリーが似てるからみたいなあ純粋に純粋にそういうのもあるじゃないですかいや僕はちょっと疑ってますあの3だとするとその辺はあると思うんですよね自分にとって役に立つか立たないかこいつはコマとしてコマとしてというか自分にとって役に立つか立たない、はい、プラスになるかならないかみたいなところなんでなると思えば一つでもいくしみたいな、はい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 、っていう、うん、この私のこの反応的なところ、うん、はタイプ6でございます、はい、タイプ6で結構疑って今かかってるところですよね、うん、知らないものはまず疑うんですからね、はいはい、石橋を叩いて壊す、うん、ちょっと今悪いところが、はい出てますが握りしめてる部分が、はい、でちょっと次 の、うん、あのコラボ動画では、はい、叩いて壊しに行きますが叩いて、はいうん、その辺もお楽しみいただければと思っております、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました。